大手町タワーとは、東京都千代田区大手町一丁目に所在する、超高層ビル。水戸銀行大手町本部ビルと大手町フィナンシャルセンター跡地を合わせた地区で行われた、再開発事業で建設され、オフィスの他に高級ホテルや店舗が入居する、複合高層ビルである。アメリカ同時多発テロ事件で犠牲となった、富士銀行職員の慰霊碑に喧嘩するため、大手町タワーを訪れた、 日本中札アメリカ合衆国特命全権大使、キャロライン・ケネディ再開発前に当地にあった大手町フィナンシャルセンターは、2011年2月から解体工事が行われ、ビルの既存の骨組みを活用して、周囲の外側には防音パネルを取り付けた足場を設置し、思考空間を外部環境から遮断する形で解体工事が行われた。この広法の採用により、 騒音や粉塵などが現場の周辺に出ることを防ぐとともに、高層部でしばしば地上より強風などに見舞われることで生じる、後期の遅れなども予防することなどを狙った。都内にある地上100メートル以上の高層ビルの解体としては、台東区池の旗にあったソフィテル東京についでに、例目である。地下に設けられた商業施設、大手森は、 1> 第1期の店舗が2013年10月2日に地下1階と2階部分にオープンし2014年5月21日に第2期の5店舗が開業した。水保フィナンシャルグループは大手町本部ビルを2004年2月27日に約1120億円で同じく SPC の東京プライムステージへ売却しており東京建物が同 SPC を通じて 大手町フィナンシャルセンターと合計約1450億円で同日に取得を発表している。しかし、2013年12月9日に、水穂フィナンシャルグループ本社を、2014年5月7日に、水穂銀行が本店を脳の,の移転するとともに、2014年3月に当ビルを約1782億円で取得した。当地に以前店舗を構えていた。 同校東京中央支店は2013年11月5日から先行してに3、5回に移転し、翌14年11月には、筋向かいの丸の内センタービル内に所在した同校丸の内支店もタワー内に移転している。今後、地下鉄後路線が交差する大手町駅の機能の強化、アマンリゾーツグループによるアマン東京が、当ビルの6フロアに入居し、 2014年12月22日に一部開業することになった。2016年には大手町タワーと大手町の森が第57回 b c s 賞を受賞した。アメリカ同時多発テロ事件で犠牲となった富士銀行職員の慰霊碑と喧嘩台西側にある大手町フィナンシャルセンターの跡地には、 大手町の森と呼ばれる広場が整備されており、ヒートアイランド現象の緩和を目的とした約3600平方メートルの緑地とされることになった。この緑地には、約2メートルの厚さで、千葉県で育成された森が土壌ごと移植され、小なら焼け焼きなど紅葉樹を含めて、大小様々な樹木だけでなくその下に、総本類が植えて、生物多様性を配慮している。 君津市から移植した200本余りの高木などが植樹されている。また、この緑地には、アメリカ同時多発テロ事件で犠牲となった、富士銀行職員のための慰霊碑が建立されている。もともとこの慰霊碑は、水保銀行大手町本部ビルに設置されていた。東京芸術大学美術学部教授を務めた山本正道により制作されたブロンズ像に加え、 ニューヨーク市消防本部から寄贈された世界貿易センタービルの鉄骨の一部が安置されていた。しかし、大手町タワーの建設をはじめとする再開発に伴い、水穂銀行大手町本部ビルが取り壊されることになった。そのため、水穂銀行の支店等が入居する丸の内二丁目ビルに一時移転していた。その後、大手町タワー及び 大手町の森が完成したことから、再びこの地に移設された。富士銀行の流れを組む、水保フィナンシャルグループでは、毎年この慰霊碑の前に献花台を設置している。また、在日本アメリカ合衆国大使館の関係者らも、折に触れ献花するのが恒例となっている。ありがとうございます。